をもらいに来た。無事もうちょっとだからね。寒くない？はい。結構混んでるな。早く呼ばれるといいけど。薬ちょうだい。順番にお呼びしますので。可愛い息子が家で待ってるの。悪化したらどうしてくれるの。皆さんお待ちいただいてますから。冷たい人ね。なんて薬局なのよ。あんたたちどうせ大した症状じゃないでしょ。順番変わりなさい。やめてくださいよ。うわ、関わったら終わるタイプの人来た。早く薬もらって帰りたい。ったく、どいつもこいつも頑固なんだから。もうなんで私が待たされるのよ。寒い。ねえ、ママの服ちょうだい。風邪ひいちゃうじゃない。私が倒れたら母さんが困るのよ。分かったから静かにしましょうね。ったく、あの人はお母さんなのかな。大変だな。母上、世の中にはいろんな人がいるんですね。富士はまだ知らなくていいんだよ。しばらくしてようやく名前が呼ばれ。お大事になさってくださいね。ありがとうございました。ちょっと、はい。さっきの、あなたそれ子供の熱さましよね。そうですが。よこしなさい。私の可愛い王子が家で熱を出して苦しんでるの。お断りします。あなたの子は歩けてるじゃない。うちの子は寝たきりなの。さっき薬局いましたよね。薬もらってないんですか。あんたからもらうつもりで来たのよ。早くよこしなさい。嫌です。でもこうしてる間にうちの王子の風邪が悪化したらどうしてくれるの。うちの子だって具合が悪いんですよ。だから、うちの王子とあんたの子じゃ価値が違うっての。はい。お薬なくて辛いのはかわいそうなので、ちゃんと処方してもらってください。だからあんたがよこしなさいよ。嫌ですってば。やめなさい。あなた、うちの子はあんたら何人分もの価値があるのよ。これ以上わけわからないこと言ってると警察呼びますよ。さあ早く帰って。はい、行くよ。富士御意。こら、待ちなさいよ。あの女、よくも私に逆らったわね。数日後。富士、元気になってよかったな。母上、父上、ご心配おかけしました。今日から保育園行けるね。はい。もう治ったと思うけど無理しちゃダメだよ。よい。見つけたわ。やっぱりこの縁だったのね。どうしてあなたが。この間はよくもやってくれたわね。あんたが薬よこさなかったせいで王子に薬あげるのが遅くなったじゃない。その子があなたの。でも縁は別ですよね。どうしてプリンスを連れてここに。細かいことばっかうるさいのよ。あんたが謝罪するまでここ動かないから。とんでもないのに目をつけられた。ママ。なーに、てっちゃん。寒いよ。あ、そっか、あのコートが欲しいのね。あやかし。待って、やめてください。何するんですか。うちの子が欲しがってるのよ。そのコートよこしなさい。ダメだ、関わったら何されるかわからない。無事逃げるよ。ギョイ。あれ、私はね、欲しいものはどんなことをしても手に入れるの。こわー。ルージー、ママの後ろにいて。なんなんですかこの人。あの人の目を見ちゃダメ。逃がさないわよ。誰か助けて。ソラさんとウジ君。クルミ園長。またあなたね。誰か警察を。またどうしてヒサメさんは警察に連れて行かれた。あの女、私をはめやがった。こんなことして覚えてなさい。あの、さっきまたって。あの人はこの辺じゃ有名なくれくれママなんです。他のママさんたちも目をつけられて追い回された人が何人もいるんです。そんな人だったんですか。まさかこんなことまでするなんて。自転車の修理代もらえるといいですね。はい、と。その日の夜、実は今日縁でね。ソラと富士に何もなくてよかったよ。富士のトラウマにならないといいけど、あの人の息子さん大丈夫かな。ピンポン。はい、どなたです。夜分にすみません。ヒサメの夫のエンジと言います。あっと、どうも。あの人の旦那さん。本当にこの度は申し訳ございませんでした。おいえ、まともな人だった。奥さんにこれ以上うちに関わらないよう言っていただけますか。そ
それが妻の性格には俺も参っていて、今回以外にも相手の家に押しかけたり職場まで怒鳴り込んだりして、その度に謝罪してるんですが、情けない話ですが妻の意に背くことをすれば数日間手がつけられなくなるんです。そんなに参ってるのによく今まで我慢されましたね。俺が離れたらあいつが鉄に何をするか分かりません。鉄だけは俺が守らないと。あの調子じゃいずれ鉄にも久めの悪影響が。鉄くんのお父上、鉄くんは今日僕に謝ってくれたんです。え、朝保育園の前でごめんね。そうだったの？はい。鉄が、エンジさんの気持ちは鉄くんに届いてますよ。はい、すみません、謝罪に来たのに逆に励まされて。鉄くんのこと守ってあげてください。ありがとうございます。お父さんはまともな人みたいでよかったね。そうだな。あとはあのお母さんも気になるな。きっと娘さんに困ってるよね。数日後、こんにちは。あ、あなた、イサメの母のクロハです。この度はどうも。いえ、やっぱりまともな人だ。でもね、今回のことはそもそもあなたが薬局でイサメに歯向かったのが悪いんですよ。うん、そうですよね。てちょーい、今なんて。ですからイサメが警察に連れて行かれたのもあなたのせいだと言ってるんです。私たち家族が元に戻れるようにあなたは責任を負う必要があるんですよ。こちらも慰謝料を請求しますから。なんでですか、迷惑をかけたのは娘さんでしょ。ヒサメはね、私が大事に大事に育てた可愛い姫なの。姫を大事にしてくれない人はあの人の母親だ。ソラ、エンジさんに連絡しよう。エンジ、そんな人うちにはいませんよ。え、ヒサメを大事にしない男はうちに必要ないもの。離婚届を書かせて追い出したわ。そんな、それじゃ鉄くんは。ところであなた、いいわ。うん、いいわね。あなたヒサメと再婚なさい。はい。話は済みましたよね。お引き取りください。絶対あなたを婿にするわ。帰って。あ、まあこれヒサメに似合いそう。いただいていくわ。父上、母上、警察を呼びましょう。そうだな。こうしてクロウさんも警察に連れて行かれることになった。あの靴は一度私のものになったの。だからもう私の靴なのよ。これはあなたの靴で間違いないですね。そうです。返してよ、あの女捕まえて。泥棒よ。静かにしなさい、早く乗って。乗るのはあの女なの。親子だな。イサメさんとクロウさんは取り調べの結果、窃盗や恐喝、不法侵入に監禁未遂といった余罪が次々に発覚。半年前、電車で女性にお金を払うよう脅迫し続けたのは本当ですか？だってあいつが座らなかったら私が座れたんだもん。あいつに運賃払わせるべきでしょ。脅迫じゃないわ。そちらの方もスーパーで前の客に自分の会計を払わせるよう言ったとか。だってあの人が先に並んだせいで待たされたんだもの。慰謝料よ。に会話にならない取り調べは初めてだ。全く反省しない2人は仲良く檻の中へ。こんな部屋と服やだ。ご飯が足りない。静かにしろ。2人とも夫と離婚していたため、差し入れに来る人は誰もいなかったそうな。なんで私たちがこんな生活。母さんがもっと考えて動いてくれればこんなことには。何を言うの。母さんが久美のためにどれだけ。あんたのせいで。あんたのためにバカ。しろと言ってるだろう。夫と子供だけでなく、唯一残っていた親子の絆も失ったヒサメさんのその後は。知らんですね。そしてエンジさんとテツくんはというと。こんにちは。こんにちは。真剣取れたんですね。はい、いろいろご迷惑おかけしました。いえ、テツくん、あっちで遊びましょう。ああ、うちもお友達ができて嬉しそうです。こっちで遊びますか。俺はこっち